おはようございます。バイクで、あ、バイクじゃなかった軽自動車だったすいません、日本一周、68日目10月2日土曜日の、現在時刻朝6時10分です。今私ね、こちら、兵庫県は丹波市にあります川城公園キャンプ場というキャンプ場のね、駐車場で朝を迎えております。このような感じでね、昨日は車中泊という形を取ったんですけども、キャンプ場に行ってもね、車中泊することが多くなると思うんですけども、キャンプ場はね、あの水道が使えるんでね、洗い物ができるということでキャンプ場を選択してるんですけども、こんな感じで晴れておりますね。ただ朝はね、すごくね、気温が下がって寒くなりましたね。やっぱりもう10月ともなると、こちらね、正面に見えますのがね、この吊り橋、これこちらを渡りましてね、川洗いに行きたいと思います。ちょっと昨日の夜ね、編集作業疲れてたんでね、ちょっともう初日ということで編集せずに寝ちゃったんで、朝はね、編集作業をしてちょっと今日の予定をね決めたいと思います。ちょっと、ね、もう室内こんなの初日にしてもうしっちゃかめっちゃかになってますけども、さあこのような感じでね、朝から吊り橋を渡りますよ。朝一番寝起きで、この吊り橋結構ね揺れるんですよ。怖いですよ、私高いとこ苦手なんでね。顔も洗ってね、すっきりさっぱりしました。いい天気です。これ本当にいい天気ですよ。空すごい、雲がねなくて青々とした空ですよ。いやー、朝日がね、この緑と川と朝日、気持ちいいじゃありませんか。大自然ですよ。さあ現在時刻9時48分です。今からね、昨日は本当はね行く予定だったキャンプ場の方に向かいたいと思います。ちょっと予定がね狂っちゃったんで、現在時刻10時35分です。今私ね、こちら兵庫県西脇市ですね、小谷山キャンプ場って読むんでしょうかね、到着いたしました。正面のね、こちらですね、こんな感じでね、こちらトイレがねここなんですけども、でテント張るスペースはもうこの辺りと、このね屋根はなかなかね雨降った時にはね良さそうですけども、でそこがね炊事棟ですね。でここまで車入ってこれるようですね。こんな感じのキャンプ場です。無料のキャンプ場なんですけどもね、予約は必要ということで。さあ現在時刻11時1分です。続きましてね、ここから34分23キロ離れたところにあるね、鴨池公園キャンプ場というところに行ってみたいと思います。こちらもね兵庫県のようですね。では行きますか。はい、行った。現在時刻11時47分です。今私ね、こちら鴨池公園キャンプ場というところ、これね兵庫県の小野市になりますね、到着したんですけども、このね後ろの方にねキャンプ場があるみたいなんで、テントとかもねいっぱい張ってましたけども、ちょっと見に行ってみましょうかね。こちらね、この建物がトイレなんですけども、トイレからね後ろ、こっち側が一応ねキャンプサイトになってるんですけどもね、ちょっとキャンプ場としてはかなりね狭いですね。テント張られてますけども、この辺りはね斜めになってて、この辺はちょっと厳しいんでね、あそこはねテント張れそうなんですけども、なかなかね大人数で来ちゃうと場所は取れないっていうか、もうここものスペースもね、もう小さいテント、ソロ用のテントぐらいしか張れないですね。でこちらの方もね一応テント張って、あの火を使った形跡ありますけども、厳しいですね。で見えてるね、そちらがね炊事場なんですけどもね、ちょっとね狭いですね、ここのキャンプ場は。こちらがねこのような感じで炊事場になってるんですけどもね、やっぱりね狭いですね。駐車場がねこれだけ広いので、もうちょっとねキャンプ場広いのかなと思ったんですけども、ちょっと正直ねがっかり、残念キャンプ場っていう感じが否めないですね。これはね、
ソロでね旅の中継地点として来てもテント張るの厳しい状況になる可能性ありますね。もう最悪ね駐車場にねなんとかバイクできたらバイク止めてもう駐車場にテント張っちゃうとかそれぐらいしかないかもしれない。あ、こっちがね一応スペースがあるんでここにも張っていいんでしょうかね。てかむしろもうここでに張るしかないっていうそんな感じですけどもね、この辺りの方が良さそうな感じですけどもね。こちらね今の広場降りてきたところのね向かい側にねこのように池がね広がってますね。葉っぱがたくさん浮かんでてこんな感じですね。まあキャンプ場としてはねあんまりキャンプをねどうなんでしょうか、広々としたキャンプ場でっていう雰囲気ではないですね。無料のねキャンプ場なんですけども正直ね30点っていう感じでしょうかね30点。さあ現在時刻12時12分です。今ね車の中もね暑いですよ。駐車場ねこれ日陰じゃなくて日向に止めてたらね非常にねもう真夏のような暑さですね今現在。これはね耐えられないですよ。さあ私次の目的地快活クラブへ向かいたいと思います。キャンプ場に向かいます。もう快活クラブに泊まった方が良かったかなこれまあまあいいか、もう出ちゃったですよ。さあ現在時刻7時42分、えらい遅くなっちゃいましたね。丸山県民サンビーチに向かいたいと思います。そもそも空いてるかどうかもねちょっと怪しいんですけどもね。ほいっとこんな時間になってからキャンプ場に行くなんてなかなかねバイク旅ではできないですけどね。今日はねお弁当買いましたよ、もうスーパーで。さすがにね到着時刻8時なんでね今日本当はね生放送もやりたいんですよ。というわけで到着してすぐにご飯食べてね生放送の準備をして9時ぐらいからもうスタートしたいんですよね生放送。現在時刻夜の8時5分です。今私ねこちら丸山県民サンビーチキャンプ場兵庫県のねこれ赤穂市ですかね到着したんですけども、まさかのねここ駐車場ねすごい車いっぱいね何十台も止まってて50台以上ある50台ぐらいですか。こんな感じでね奥の方あ赤とねすごいテントいっぱいありますね。焚き火のねいい匂いがしてますよ。あでも結構ね密集してる感じではありますけどもね。あいい匂いがしてますね。自動販売機もありますね。バイクも来てるみたいですねこれ。ちょっともう夜なんでねあまり中の方ね入っていっても皆さんの邪魔になるんで明日明るくなってからねちょっと中から探検してみましょうかね。さあ私はね今日はお弁当ですよ、お弁当ご飯を食べながらね動画にねいただいたコメントをね読みながら食べております。嬉しいですね今日コメントたくさんいっぱいね久々の旅ということ再出発ということでコメントたくさんいただいてね、ハスさん嬉しいでございます。ありがとうございます。